はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はですね、アフィニティフォトの使い方を解説していきたいと思います。で、アフィニティフォトはですね、グラフィックデザインとか、あと写真編集とかするのにすっごいいいアプリなんですけど、今日はそれを使ってこういうテキストと画像が重なり合ったですね、おしゃれなデザインを作っていきたいと思います。こういう重なり合っているところがですね、一部消えていたりとかすると思うんですけど、これの作り方ですね。で、こういうのはですね、マスクって呼ばれる機能を使って作るんですけど、なかなかね、このマスクどうやって使っていいのかわからないっていう人たくさんいると思います。なので今日はこのマスクをフォーカスして丁寧めに解説していきます。で、このアフィニティフォトなんですけど、通常2400円です。なんですけど、今セール中で1200円になってるので、よかったらね、この機会にぜひ試してみてください。で、アフィニティフォトのお友達でアフィニティデザイナーっていうのがあるんですけど、それも2400円から1200円になってます。合わせて買うのをおすすめします。私の今までのチュートリアルでもこの2つのチュートリアルたくさん出してるので、ぜひダウンロードして一緒にやってもらえると嬉しいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ早速始めていきます。アフィニティフォトを立ち上げたら右上にプラスボタンがあるので、ここからまず始めていきます。で、今日はですね、写真をそのまま読み込んで始めていくので、この中のフォトから読み込むっていうボタンがあります。で、これを押すと写真アプリの中がですね、こんな感じで一覧で見えるようになるので、ここで好きな写真を選んでいきます。で、今日はこの花の画像を使っていくんですけど、これ無料でダウンロードできるので、概要欄の方にですね、リンク載っけておきます。そこからダウンロードしてもらって、一緒にね、やってもらえると嬉しいです。で、アフィニティフォトのちょっとツールの説明だけしておくんですけど、左側にツールパネルがあります。切り抜きとか選択ツールですね。で、右側のプロパティパネルっていうところに、レイヤーだったりとかカラー情報が載ってます。で、基本的にはこの左右のツールを使って操作していくんですけど、上にもパネルがあります。で、これ上左からですね、写真モード、選択モード、歪みモードみたいな感じがあるんですけど、基本的には写真モードと選択モードを使っていきます。まあ、歪みモードにするとこんな感じで画像を歪ましたりとかね、することができるんですけど、これはちょっと今日は使わないです。使うのはこの写真モードですね。写真モードを基本的に使っていきます。なので、この写真モードがクリックされていることを確認して、まずはトリミングからやっていきます。画像のトリミングです。今、縦長の画像なんですけど、これを横長にしていきます。こんな感じで、左右にですね、横広げると画像を、画角を調整することができるので、横に広げてください。で、トリミングすると、この左右にね、隙間が空いちゃってると思うので、これを黒で埋めていきます。で、埋めるときなんですけど、塗りつぶしレイヤーっていうのを追加すると一番早いです。レイヤーパネルの右上のところ、プラスボタンを押すと、塗りつぶしレイヤーっていうのがあります。で、これを押すと一番上にですね、こんな感じで、ベタ塗りのレイヤーが現れるので、それで色を黒にしてください。で、そうするとこの一番上に塗りつぶしのレイヤーがあるので、これを長押しして、一番下に持っていってください。で、そうすると花のレイヤーが上にあって、黒のベタ塗り塗りつぶしレイヤーが下にある状態になります。で、これで準備 OK です。ここからいろいろテキストだったりとか装飾を加えていくっていう感じになります。で、ちょっとこのお花のレイヤーを先に調整します。今ちょっとちっちゃいので、これをサイズ大きくしたいので、花のレイヤーを選択した状態で、左のですね、上から2番目選択ツール、移動ツールですね。で、これを選択すると、こんな感じで回転させたりとか、あとはサイズを大きくしたりすることができます。バウンディングボックスの端っこのところをですね、ギュッて引っ張ると大きくなります。なので、これでですね、こんな感じでちょっと左に45度傾くぐらいな感じで、配置してください。で、サイズが固まったら、ちょっとこのレイヤーはですね、動かないようにロックしてほしいので、ロックするときはこのレイヤーのですね、左上に点点点みたいなボタンがあるので、それを押すと、この真ん中のところにロックっていうボタンがあります。で、これ押すと、こんな感じで移動させようとしてももう動かないようになるので、動かしたくないものっていうのは必ずロックをかけるようにしてください。はい、じゃあ次テキストを載せていきます。テキストを載せるときはツールパネル左の一番下です。 A っていうマークがあるんですけど、これテキストツールです。で、これ選択して、文字を打っていきます。
でこんな感じで適当に打てたら、サイズ変形をかけていきます。でサイズ変形かけるときは必ず、選択ツールですね、移動ツールに持ち替えるようにしてください。移動ツールは上から、2番目ですね。テキストツールを選択した状態でサイズを大きくしたり小さくしたりしようとしてもできないので、それをするときは必ず移動ツールに持ち替えるということを覚えておいてください。ここ結構大事で忘れがちなのでね、ぜひ覚えておいてください。でサイズ決まったら次フォント変えていきます。フォントを変えるときは右側のパネルです。ここにも A っていうボタンがあるので、これを押すと、文字のサイズだったりとか、あとフォント、あとは傾斜とか中央揃え、左揃え、右揃えみたいなの、もっと細かいテキストのツール変更ができるので、ここで、フォントを選んでください。でアフィニティフォトは自分の好きなフォントをインストールすることもできるんですけど、多分皆さんなかなかやってる人少ないと思うんで、今回はもともと入っているフーツラっていうフォントがあるので、これを使ってください。でフーツラは結構ボールドでしっかりとしたフォントなんですけど、もう少し細い文字とか女性らしい文字がいいっていう人は全然変えてもらっても大丈夫です。好きなフォントにしてください。で、フォント変えたらこの文字の位置をですね、ちょっと微調整していきます。左揃えにしたり、こんな感じで中央揃えにしたりとかってして、後からこの鼻の重なりのところをですね、ちょっと一部消したりとかしていくんですけど、まあ、この鼻とうまくこう噛み合うような感じで配置していくっていう感じですね。ここはちょっとセンス問われるんですけど、うまい感じで配置してください。ちょっとわからない人は私がやってるのと同じようにですね、やってもらえればいいと思います。で次長方形の枠線みたいなのを作っていきます。長方形作るときは左のツールパネルの下から2番目ですね、それ長方形ツールなので、これを選択して、画面適当にドラッグします。でそうするとですね、今白ベタの長方形が配置されました。で、これ位置を調整するときはまた同じですね、移動ツールに持ち替えて位置を調節。で色を変えるときはこのカラーパネルです。カラーパネルで、そこに上にですね、丸い玉が2個あるんですけど、これ塗りと線の色になります。なので今回は真ん中の塗りは透明にしたいので、斜線マークを選択します。で縁ですね、線の部分は白色にしたいので、カラーピッカーのところから白を取ってください。でそうするとこんな感じでね、縁だけがついた長方形を作ることができます。でこの縁、線の太さを調整したい時っていうのは、この右側のパネルのですね、 FX っていうパネルを見てください。で FX の中にアウトラインっていう項目があります。でこれを選択して、そうすると下にパネルが出てくるんですよ。でこれちょっとややこしいんですけど、このアウトラインの設定をですね、下で変えることができます。で今半径っていうところをいじってるんですけど、左右にドラッグしてます。でそうするとだんだんね、こう線がね、ちょっとずつ太くなってるのがわかると思います。アフィニティフォトは長方形の枠線の太さだったりっていうのは、ここで調整するのが一番早いかなと思うので、このやり方でやってください。はい、じゃあこっからですね、アフィニティフォトのマスクツールの解説になります。今この文字と鼻のところを見てもらうと、重なってる部分があるんですけど、この重なってる部分の文字のエリアをですね、ちょっと消したいと思います。で正確には非表示にするっていうことなんですけど、それをやるときはですね、この文字のレイヤーを選択して、上のプラスボタンで、その中にマスクレイヤーっていうボタンがあります。でこれを押してください。でそうするとですね、このテキストの横に白い枠みたいなのがつきました。でさらにですね、この矢印のところをポチって押すと、下にですね、こんな感じでマスクレイヤーっていうものがですね、単体でくっついてるような感じになります。でこのマスクレイヤーに対してブラシの白色もしくは黒色でなぞってあげると、そのレイヤーの一部が非表示になります。消えたような感じになるんですね。なのでちょっとやってみますね。まず左のツールパネルからブラシを選択して、ブラシの太さっていうのは下のところでコントロールできます。
で色はですね黒を取ります。黒でなぞるとその部分がですね一部非表示になるんですね。なので、今このマスクレイヤーが選択されていることを確認して、色は黒色です。で一部ちょっとなぞってみます。でそうするとこんな感じで、You are のところが消えてると思います。こんな感じで今黒でなぞるとそのテキストの一部が消えるような感じです。じゃあこれ白色でちょっとなぞってみます。色のところから白を選択してなぞると今消えたところが復活します。白色は表示モードです。で黒でなぞると非表示モードです。覚えましたか？黒が非表示、白が表示です。なのでこのブラシのですね色を使い分けていらないところを黒色でなぞっていく感じになります。で、このマスクレイヤーが選択されていることはですね必ず確認してください。なので今回は、黒色を取ってこのテキストの一部ですね花と被っているところを見つけて、これをですねブラシでなぞっていきます。でそうするとこんな感じで重なりのところがですね綺麗に消えていきます。なのでこのブロッサムのところも手前に花が来てるなっていうところだけをですねなぞってあげて、こんな感じで消すとこうやってちょっと奥行きがあるように見えますよね。でそれを今回は作っていきたいので、皆さんこう重なってる部分を見つけてですねどんどん消していってください。でこんな感じで消せたんですけど、このマスクのところもですね表示非表示できるので、こうやって見てみるとどこが消えたかっていうのが分かると思います。まあ、ちょっとしたことなんですけど、この花びらの出てるところをですね消してあげるとすごい立体感が出ると思います。でこの、枠のところのレイヤーもですねちょっと消していきたいと思います。でこの枠に関してなんですけど、ちょっと最初にラスタライズっていうのをします。ラスタライズするときはこのレイヤー選択した状態で左上の点点点のところに、レイヤーをラスタライズっていうのがあります。でこれを押してください。でこの状態でさっきと同じようにマスクを追加していきます。マスク追加するときはこのプラスボタンのところから、マスクレイヤーです。でそうするとこんな感じで矢印の下のところにですねマスクレイヤーがひっついたような感じになるので、でさっきと同じおさらいです。ブラシの黒色もしくは白色でなぞっていきます。黒が非表示、白が表示です。なので今回は黒色を選択して、この花のところですね花のところが手前に来たいので、こういう線のところは消していきます。でどんどんズームしてですね細かいところまでズームできるので、ズームして消していくと結構綺麗にできます。はい、でこんな感じでマスクの調整が終わりました。で今レイヤーのところ見ると長方形のレイヤーとあとテキストのレイヤーがあって、でここにマスクツールがついてて一部非表示にしてるっていうような感じになります。でこれで終わってもいいんですけど、最後ちょっとね装飾を加えていきたいと思います。せっかくなんで新しいレイヤーを1個プラスで上に追加して、ちょっとね花粉みたいなのを描いてみたいなと思ったので、ブラシツールを選択します。左のブラシツールです。で右側のブラシツールもあるんですけど、右側のブラシを選択するとこんな感じですっごいたくさんブラシの種類が出てきます。でこの中のスプラッターっていうねブラシがあるんですよ。こういう白のしぶきが飛んだようなブラシがあるんですけど、これを選択して、で色はですね白色を取ってください。でこんな感じでざっくりさーって、ブラシでなぞるとこういう粉が吹いたような、表現を作ることができます。でちなみに下のバーのところで、ブラシのサイズだったりとか不透明度を変えることができるので、ここで調整してこのお花の周りに粉がちょっと吹き飛んでるような感じで描いていってください。あんまり強く描かない方がいいです。筆圧のコントロールもちゃんと感知してくれてるので、強くグッて押すと、すごい、白の塊みたいなのになっちゃうので、優しく描くのがコツですね。なのでこんな感じでふわーっと全体的に、間引いてください。でレイヤーのところを見るとですね、一番上にこの、スプラッターのブラシのレイヤーが、追加されていると思います。でこれも同じようにマスクかけていきます。さっきと同じです。プラスボタンからマスクレイヤーを選択して、
でこの矢印でですね、このマスクレイヤーをこう開いてあげて、ここが洗濯されている状態で、またですねブラシを洗濯して、黒色もしくは白色で消したいところをなぞっていきます。今回で言うとこの真ん中の鼻のところっていうのはあんまりこのねスプラッターのしぶきをかけてほしくないので、そこを黒でなぞっていきます。でもし消しすぎちゃったなって思ったら、ブラシの白色に持ち替えてですね、またその復活させたい部分をなぞれば復活してくれるので、白色でなぞるとまた標準モードになりますね。今回はこのマスクツールっていうのを覚えてほしいので、マスクレイヤーを追加して黒色でなぞったら消えるんだよ、白色でなぞったら復活するんだよっていうのをですね覚えてほしいです。今日はこれさえ覚えれば、次のステップに行けると思うので、ぜひこのマスクレイヤー今日はしっかりと習得してほしいと思います。はい、じゃあこんな感じで完成になります。いかがでしょうか。結構この文字だったりとか長方形とか、あとスプラッターのブラシがこう前後に来てですね、結構立体感のあるグラフィックになったんじゃないかなと思います。皆さんできましたかね。結構ちょっと今日のチュートリアル難しかったと思うので、何回かねトライしてほしいなとは思うんですけど、今日何回も話したマスクレイヤーですね、これだけはしっかり押さえておいてほしいと思います。で、これ書き出しするときは左上の点々点のところから書き出しすることができます。ちょっと今日はね見せないんですけど、そこで書き出しができるので、よかったらですねツイッターとかインスタグラムの方にですね投稿してもらって、アミティ先生でハッシュタグつけてもらえればですね私見に行くので、よかったらできたやつ公開していただけると嬉しいです。で、私がやってるオンラインコミュニティの iPad Mate っていうのがあるんですけど、そこではですね、このアフィニティフォトだったりとか、アフィニティデザイナーのもっと詳しいチュートリアルっていうのをたくさんやってます。最近やったのは、アミティ先生の YouTube のサムネイルですね。これとかもアフィニティフォトで作れるんですけど、それの作り方とかをみんなで一緒にやって詳しく解説したりだったりとか、あとは今回やったマスクレイヤーとか、あと図形ツールの使い方っていうのほんと細かいところまで、1時間くらいでライブ配信でやってるので、もっと学びたいなっていう人はですね、ぜひ iPad Mate の方も見てもらえると嬉しいです。概要欄の方にリンク載っけておきます。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。もしこの動画が面白かったらぜひいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。で、アフィニティフォトとかアフィニティデザイナー結構難しいと思うので、こういうのをですね、アフィニティデザイナーとかアフィニティフォトで作ってみたいっていうようなリクエストがあれば、ぜひコメント欄の方に、やってもらえると、時間がある時に答えたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。